はい、純チャンネルの純でございます。皆様おはようございます。今日はちょっとご報告があります。こちらをどうぞ。なんと私ようやくレジェンドに到達することができました。昨日初めて1年半くらいでしょうかね、ここまで到達することができました。早速ですが今日のアリーナもうね始まっておりますよ。週変わったらね、行きましょう。報酬受け取りこちらになります。ドン。レジェンドとしてのトパーズ200個をメールでお送りいたしました。ありがとうございます。そしてルビー500個メールで送りました。ありがとうございます。はい、ということでレジェンドを無事達成いたしました。まだまだね、私のメンバーまあスナちゃん編成でもちろんやってきました。見事にハマってね、なんとかレジェンドまで行くことができました。先週マス1のところまで行ってちょっとレジェンドはいけないかなと思って、今週も4900ぐらいまでたどり着いたら、もう負けても勝ってもいいや、とりあえずマス2まで落ちてもいいから、どんどんアリーナやっていこうと思って回し続けたおかげでようやくレジェンド到達することができました。めっちゃ嬉しいっすね。達成感めちゃくちゃあります。ぜひとも皆さん、セット装備緩和されたのでね、上に目指して頑張っていきましょう。まだまだね、私もねセット装備作っているんですが、かなり余地があります。まだまだ装備しなきゃいけないのがいっぱいありますんで、強くすれば来週もレジェンドいけるかななんてね、期待を持っておりますので、よろしくお願いいたします。では今日の本編の方参りましょう。こちらになります。はい、では本日ですが、ギルド戦前に新入団してきた2人の選手と戦っていこうというコーナーでございます。毎年毎シーズン恒例にしていますが、第18シーズンでこちらの2名が入団されました。で、お一人目ユニコロさん、そしてもう一人がツツですさんでございます。なんとですね、ちょっとこちらの画像を見てみましょうと思う。昨日の状態のアリーナ、両方レジェンド到達しておりますね。参ったなこれ。まあ私もねレジェンドに行きましたんで、レジェンド対決ということで参りましょうか。もし負けたら装備ガチャ引いていこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。まずは我がギルド人チャンネルの洗礼として戦わせていただきます。行きましょう。こちらユニコロさんですが、編成的に見ますと、うわー苦手なやついたな。アキラのワンバック超苦手で、エリスのカグラのメルキルのエリシアということですね。こちら実はですね、このスナちゃん編成やってて非常に感じたのが、もうアキラが入ってたりエリスが入ってたりする編成にめちゃくちゃ勝率が悪い、それやっててものすごい感じました。やっぱね、陣形乱されるのが非常に痛い。まエリスだけだったらねまだなんとかね勝ち目はあるんですけどね、アキラがねその後ね覚醒スキル使ってボッコボコにされるともう勝ち目がないです。本当にねアキラは厄介なやつだなって感じておりますね。まあちょっと勝ち目はその本当に嫌なパーティーと当たることになります。ちょっとユニコロさん、いざファイツ、よし行きましょう。勝っていくよ、俺もレジェンド入ったんだ、勝てるチャンスはある。いざユニコロさん、よろしくお願いいたします。クソミンス、先制取られたね、どっちも取られちゃった。しかもいきなりかよ、いきなりかよ。ちょっとカグラワントップになったのはね別に悪くないかもしれないな。この編成だったらエリシアをちょっと守れるかもしれない。怖いね怖いね。さあ動け、スパイク。なんでさクリスでメルキルが動くのかな、しょっぱなから。チャンス2回もあったよ、スパイク動くチャンス。あー来たー、あー来たー。もう一個の方ですね、陣形は変わるの。とりあえずカグラ次のターンで覚醒打つかなきっとね。あー寺打ってきた、わーやばいなこれ、怖い怖い怖い。次
とりあえず乗る貼っとこう。そしたら勝機はあるんで、反射で大ダメージプラス呪い。あー向こうもあれか、打ってきたか。スパイク、スパイク動け。そろ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 動いておこう。そろそろ動いておこう。うーん怖いな。うわー苦しい、倒れたわ。うわーきつい。エリシア倒れる。やっぱ倒れたか。スパイク一歩も動かねえじゃねえかよ。やられたダメだこりゃ。もうほんといいようにやられてるな。でいつもの残る3人ですね。もうこの3人が大体いつも残るんだよね。カグラとメルキルとクリス。わあ、でもねアキラがね気絶入ったな。でかしたメルキル。メルキルの多分覚醒スキルですね。ちょっとこの間にちょこちょこ相手にダメージを与えて減らしていきたいね。行こうか。あーちょっとメルキル倒れそう。あー違うな、カグラが倒れそうだ。しかもなんかピヨってるよ。気絶か。お互い気絶せんな。まあこれで一回生き返って、ちょっと不利だな。相手のまずせめてエリシアぐらい倒しちゃいたいんだけど、全然倒れねえや。全然倒れねえ。メルキルが動けなくなった。もうカグラだよ、カグラだよ、カグラの上でしょ。うん、まあちょっと回復してそれでね。ちょっと回復したけどな。相手まだ一回一人も倒れてねえんだよ。メルキルに即死が入りましたね。いやーエリシアが倒れないね。全然あっち攻撃してないんだろうな。光の4はきついね。あーこれで倒れんなクリスが。うん、やっぱ倒れたか。うわーもうダメだ、泥地雷、泥地雷だ。カグラが先に行っちゃうな。よし行け。後ろのアキラもやっちゃってほしいな。気絶してる間にね。あー倒れるか、カグラー倒れた。ダメか、終わった。いいとこなかったな。まずうちの編成でもうスパイクが行かれたらもうどうしようもない、どうしようもない。まあエリシアがね行っちゃうのはねもうしょうがないと思っちゃうんだけど、スパイクがねスキル一発も打てないでね倒れたのはね非常に痛いね。あーこれでおしまいかなきっとね。あー負けたさすが。えユニコロさんありがとうございました。今シーズンから入団してくれましたが、ぜひともよろしくお願いいたします。この力ぜひギルド戦で発揮してください。ではもう一人いきましょう。もう一人はつつ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 つですさんですね。ちょっとつが多かったかもしれませんが、人形見ていきましょう。もう目に入ってやだよ。やっぱアキラなんだね。同じだ編成、つつつさんとユニコロさん。やっぱそっか、エリシアとアキラを入れた編成の方が強いのかな。ちょっとねエリス、あエリシアじゃない、エリスです。エリスが36と凸数がね少ないですが、もしかしたらチャンスはあるかもな。うん、いやでもねこの編成に弱いんですよ。はい、では早速いきましょう。ほないきますよ、つつつさん。なぜかねオルリーが隊長になってたよ。これはもしかしてなんかラッキーな時間帯に俺戦ったかな。リーダー変更する可能性あるね。だって相手の魔法カグラだけだからね。これはもしかしたらチャンスが来るかも。いいね、いった。スパイクまず動いた。まあほとんどダメージ当たんないと思うけど、でもう1回ぐらい落としてスパイクの上のスキルでどうすんやろ。
あー、カグラ行ったか。まあ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 いいでしょう。まあいいでしょうか。いやでも覚醒がもう使えるのかな。次です、来るか。あー、行ってーよ。見てくれよ、これ。人権も変わるし、禁止だよ、こっちは。うわー、スパイク撃て。あ、スパイク、やーべえな、これ。まだみんな生きてるか。まだ生きてるね。逆にメルキルとかは死ぬぞ。スパイクはね、1ポイント満タン、まだ満タン。これで終わりだか。これスパイク前に立つんだね。やべえ、もうみんな瀕死状態だ。クリスしか打てないか。うわー、厳しいな。よし、あ、違う、メルキルだ、覚醒使えるの。まあ打っとけ打っとけ、もしかしたら気絶入るかもしれない。アキラに気絶とか。倒れた、自分反射で倒れてたよ。来た。でもスパイクに気絶入ったらやばい。大攻撃だ。ちょっと反撃のチャンス、これでね、行きましょう。スパイクさん来い、カモン、ドン、弱え。やっぱエリスのシールドか。どっちだろうな、エリスと、あれ、アキラもシールド貼れんだっけ。アキラ貼れねえよ。うわー、つえー、この火力きついな。お、まだでもスパイク生きてたのか。ナイスナイスナイス。誰か、お、チャンス見えてきたよ。この3人しか残ってない。あー、4人、あ、違うか、エリスが残ってた。エリスがクリスかと思ったけど、ちょっとエリスが、おーし、凍った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 、チャンスあり、チャンスあり。あ、もうでもちょっとうちのスパイク倒れるな。反射で多分倒れるぐらいだ、呪いとか。あー、やっぱ倒れた。まだね、勝つチャンスはあるね。うん、ドン、カモン。いやー、どうだろう。あとメルキルの上か、打てんのは。うん、いやー、相手先行されてんな。なんだ、沈黙なんか入ってるわけじゃん。よかった、やっと動いた。おそらくもうエリスは氷が溶けたらボガンで倒せると思うんだよね。だからもうこの2対2、この2対で戦うしかない。よし、メルキル即死入った。もしかしたらチャンスある。闇の力を体感せよ。いいね、いいね、いいね、いいね。カグラを倒すのがね、体力回復するからね、難しいんだよね。あ、でもね、カグラは呪い入ってるからチャンスあるじゃん。ただこれもう倒れてないね、まだ1度目でしょ、倒しても。うちのカグラね、もう1回倒れてるような気がするな。これで回復されちゃうんだよな。でも残り1分半、この泥試合どちらが制するのか。メルキの上が使えるようになったね、次。そろそろターンでね、倒れないかな、メルキル即死で。この力は、うん、よし、この力は、お互いスキル使いまくってるね。うわー、1ポイント微妙だな、どっちかな。おわ、ちょっと優勢になったな、俺ちょっと優勢になって、あと20秒でカグラが打てるけど時間ねえだろうな。相手が打ってきたか。ドン、うーん、分かんないぞ。おっ、勝った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 。よし、レジェンドに勝たせていただきました。よっしゃ、うん、とりあえずいっぱいだ、いっぱい。アキラに先制取られたんだけど、その後ね、運よくこっちがね、早い段階でアキラ倒せたのが本当に有利になりましたね。うん、とかくアキラとエリシア倒れてからはもうほぼ互角の戦いになるからね、メルキル、カグラのね、この2人。
泥試合だけどね、こうやってね勝ち星取っていくのはね本当にアリーナとかね大事になってくるんだよね。だからカグラとメルキルもまあ多少強くしとかないとね勝てないっていうのがねよく分かりました、今シーズンのアリーナ通して。はい、つつつつつつデスさん、今シーズンからギルド陣チャンネルで戦ってもらいます、今シーズンぜひともよろしくお願いいたします、ということでガチャに参りましょうか。一回ね、ということでこちら装備ガチャ参りましょう。一回10連ということでドン、えい、ゲレ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 、まあ一個高級宝石出たらいいかな。高級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 、はあ、外れた、残念。武器ばっかだ。トン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 、赤宝石ドン、武器の赤がいいな。ズル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 、おお、いいじゃないですか。はい、ということで、まあちょっと高級出なかったけど、まあこんな感じでございました。まあちょっとね装備ガチャねそこまで引く必要性があるのかなっていう風な感じになりましたね。レイドでこう作れるようになってきたね。はい、ということで今日は新しく入団した方とフレンド対戦してみようのコーナーでございました。まあちょっと一回負けてしまいましたがね、まあしょうがないでしょう、相手がかなり強い、そして頼もしい味方だっていうことが分かりましたんで良かったということでございます。ギルド戦本シーズン始まるまでにあと3日ぐらいありますが、次がねメルキルが禁止ということになっております。おそらくねこの強力なキャラが禁止の時には本戦始まる可能性は非常に大です。でまた新キャラが出てくるこの時はね開催する可能性が非常に高いので、今回はおそらくプレシーズン1週間だけだと僕は踏んでおります。残り少ない日数ですが、まだまだねギルドに参加してない方がいますので、明日か明後日またギルドご紹介をちょっと動画撮っていきますので、その上それは楽しみにちょっと見てください。それもまたねライブで放送しますので、よろしくお願いいたします。本日はご視聴ありがとうございました。もしよかったらグッジョブ、そしてチャンネル登録していってください。では今日はここまでにしたいと思います。皆さんバイバイ。レジェンド行きました。